はい、今日もですね、行政書士試験対策始めていきます。今日もですね、民法を取り上げますが、引き続きですね、パターン対策として、今回はこの遺産分割前の第三者と登記というところでチェックポイントですね、押さえていきましょう。このチャンネルは私が行政書士試験に合格した経験に基づいて勉強方法などお伝えしていますので、チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではですね、早速始めていきます。まずですね、遺産分割前の第三者と登記ということで、ケースをですね、ご説明します。まずですね、この A さんがですね、土地を持っていました。で、この A からですね、この B と C がそれぞれ2分の1ずつ、相続を、まずですね、しました。で、その次にですね、この相続した後に、この C がですね、自分の持ち分ですね、自己持ち分をこの D、今回で第三者に当たりますけど、この D に対して自己持ち分を売却しました。その次にですね、その次にこの B と C がですね、遺産分割協議をして、この土地すべてがですね、この B のものになったということになります。遺産分割協議を B と C の間で行って、この土地すべてがですね、この土地すべてがこの B のものとなったということになります。で、この時にですね、そしたら B は遺産分割協議によって土地のすべてをですね、B のものとなったわけなんですが、この時にこの B はこの D ですね、遺産分割をする前に C から C の持ち分を売却受けたこの D ですね、この D に対して返還請求ですね、返還請求をできるのかというところがですね、ここの今回のケースのポイントとなります。で、結論はですね、こちらですね。これもですね、考え方としてはシンプルで、登記があるか、ないかというところを押さえることによって答えは出せます。まずですね、この D に登記がある場合、この第三者である D、 ここに登記がある場合は、この B はですね、この B ですね、遺産分割協議で土地のすべてを得たこの B は、 D に対して所有権の主張は罰ですね、できませんということになります。 D に登記があれば、B は D に対して所有権の主張はできません。これはですね、909条の遺産分割のところにですね、記載され、ただし書きに記載されている内容となります。第三者の権利を害することはできないといったような内容がですね、この909条ただし書きに記載されていますので、ぜひですね、チェックしてください。そして一方ですね、もしこの D にですね、D に登記がなかった場合、 D に登記がなかった場合はこの B ですね、遺産分割で土地のすべてのすべてを得た B は D に対して所有権を主張できます。ここに丸と書いてるのはそういうことですね。 B は D に所有権を主張できるということです。ですので、今回のこの遺産分割前の第三者と登記、ここでまず見るべきポイントはですね、この第三者である D、 第三者がまず登記をですね、登記をしているか、していないか、ここですね、見ましょう。それによって遺産分割で土地のすべてを得たこの B がですね、所有権を主張できるか、できないかというところがですね、決まってきます。以上ですね、今回この遺産分割前の第三者と登記ということでお話をさせていただきました。ぜひですね、こちらもチェックしていただければと思います。それでは本日はですね、以上とさせていただきます。今後もですね、行政書士試験に必要な勉強方法などお伝えしていきますので、チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは本日も最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。それではまた。